皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクール北川講師の滝沢でございます。今回は、アルペジオ奏法の基本ということで、まあ、基礎というか、フォームというか、なんかそういったことをお話しさせていただいております。まあ、1本目の動画では、なんかこう、スタンバイポジションとか言って、まあ、普段僕そんな言い方絶対しないんですけども、なんかそんな感じでちょっと面白おかしく、手首を動かさずに、アルペジオをするためにはという練習をしていきました。そして今回の2本目の動画では、もうちょっと実践的なパターンを練習して、ベース音を選ぶという考え方も一緒に勉強していこうかなと思います。よかったら参考にしてみてくださいませ。とりあえず2つ、アルペジオパターンを練習したいと思います。2つ。それはどんなパターンかと言いますと、まず順番に行ってみましょう。まずパターン1。また同じように左手使わなくていいです。左手を押さえずに右手だけ使っていきましょう。まず最初にやってみたいパターンとしては、こんな感じです。順番に。まずステップ1としては、1弦、3弦、2弦、3弦という順番で弾くということです。1弦、3弦、2弦、3弦。1弦、3弦、2弦、3弦。そして、弾く指は最初は1弦薬指です。1弦は薬指担当です。薬指担当。で、3弦は人差し指担当です。で、2弦は中指担当。で、3弦はまた人差し指担当と。1、3、2、3、1、3、2、3という感じで弾いていきます。こんな感じで、基本的に1弦が薬指担当、2弦が中指担当、3弦が人差し指担当という感じで弾いていきます。で、親指は6、5、4弦担当という感じです。もちろん例外はたくさんあるんですけれども、とりあえず基本的にこんな感じで考えていただければ、大体間違いはないです。1弦担当、薬指、2弦担当、中指、3弦担当、人差し指。そんな感じです。で、1、3、2、3、1、3、2、3とピッキングをしていくと。こんな感じです。で、ステップ2、最終ステップです。親指を加えていきます。親指。全部でこう、1、3、2、3、1、3、2、3と8個の音を弾いていくわけなんですけれども、1個目の音の時に親指をボンと1回弾きます。1を弾いたとき、1弦を弾いたとき、親指がボンと一緒に同時に弾きます。ボン、3、2、3、1、3、2、3、ボン、3、2、3、1、3、2、3、ボン、3、2、3、1、3、2、3。どうでしょう。ボン、3、2、3、1、3、2、3、ボン、3、2、3、1、3、2、3、ボン、3、2、3、1、3、2、3、ボン、3、2、3、1、3、2、3。こんな感じです。最初にこの、ね、1弦と6弦をボーンと同時に弾くときに、この指が、ね、強く弦を弾いてしまいがちなので、こうならないように気をつけてください。ソフトに、小さく。そして1本目の動画でやったように、手首を動かさないと。極端に悪くやると。こんな感じです。こうすると、ね、その動きが大きくなってしまって、その弦を間違えちゃったりとか、音色が悪くなったりとかするので、できるだけその手首を動かさないように練習をしてみてくださいませ。これがまずパターン1。こんな感じです。パターン2、いってみましょう、パターン2。その次のパターンいってみます。こんなパターンです。順番にいってみましょう。ステップ1。まずこの同時に弾いちゃいます。1弦と2弦ですね。1弦と2弦を同時に弾きます。薬指と中指でボンと。同時に弾きます。そしてその後に人差し指で3弦を弾くと。同時、人差し指、同時、人差し指。こっちの2本を同時に弾くときにそのフォームが乱れてしまいがちなので、バランスよく、形が崩れないように、フォームが崩れないように、動きが崩れないように繰り返しをしてみてください。同時、人差し指、同時、人差し指。こんな感じです。で、これも、次のステップとしては、親指をボンと加えていきます。
最初にこの2本を引くと同時に親指を引くわけですね。6弦を引くわけですね。なので、最初は3本同時に引くことになります。そして、こんな感じでアルペジオをしていくと。結構難しいですよね、3本同時に弾くって。こんな感じです。この2つのパターンができたならば、実際にコードを当てはめていきましょう。このコードを当てはめていく練習で、ベース音を変えるという考え方をちょっと一緒に勉強、練習していきたいなと思います。アルペジオパターン2つ。うまくできましたでしょうか。ではでは、コードを変えていくパターンになるんですけれども、コードが変わるとちょっと気をつけなきゃいけないところが一つあります。それは何かというと、親指が弾く弦が変わるということです。例えば、Em とか G コードとか、こういう6本の弦全部弾くことに関しては、今までのパターンで構わないんですけれども、C コードみたいな、6弦を弾いてはいけないコードが出てきた場合、こういうときは親指が5弦に移ります。こういうことですね。他にも D コードみたいに5弦も6弦もこの2本弾いちゃいけないコードの場合、親指は4弦に移ります。こんな感じです。ちょっと順番やってみましょうか。C。D、G、Em とかで練習しましょうか。C、D、G、Em のやつです。で、これをアルペジオのパターン1で、パルペジオって言おうとしました。パルペジオ1で、パルペジオのアターン1でやってみましょう。パルペジオ、いきます。さっきのやつは、テントン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 ですね。C からスタートするので、まず5弦からスタートします。親指は5弦です。ブン。で、その次、D コードに行くので、親指は4弦です。ブン。で、その次、G コード。親指は6弦をブンです。6弦をブン。Em。で、正直、Em のとき、この5弦と4弦両方とも弾かないので、別に何も押さえなくていいです。押さえたい方は押さえてください。押さえなくてもいい方は押さえなくても大丈夫です。失敗。で、G。で、Em。こんな感じです。5弦。D です。4弦。で、G に行きます。6弦。Em です。6弦。で、G で6弦。で、Em で6弦。こんな感じです。これがうまくできるようになってきたならば、パターン2でも、パルペジオのパターン2でもやってみましょう。いきます。こういうことですね。C からスタートです。5弦からスタート。で、D に行って、感じになります。なんとなくできましたでしょうか。まあ、なんとなくできましたでしょうかというか、まあ、いきなりやって、これはさすがにちょっと厳しいと思うんですけれども、まあ、なんとなくやり方というか、何をすればいいかは理解していただけたかと思います。でも、何をすればいいかは分かったけれども、ちょっとできねえぞってなっていると思います。なので、そこを、ね、乗り越えるために練習という感じですね。何やってるか分からないという方は、ちょっとビデオを巻き戻して、もう一回ちょっとこの内容を整理していただくと。良いかなと思います。何をすべきなのかが分かったという方は、あとは、ね、その、ね、練習を繰り返して、できないようにできるにするステップなので、あとはもう僕の力ではなく、皆様の努力次第ということになります。ながら練習でも構いませんので、何回も何回も繰り返して、根気よく続けてくださいませ。そうすると、あるとき、プッと、あ、できたという日がやってくるので、その時まで頑張って繰り返しという感じです。
何度も言いますけれども、分からないという方、まだちょっと手順がよく分かってねえぞと、なんかちょっと滝沢の言っていることがよく分かってねえぞという方は、ちょっとビデオを巻き戻して、もう一回確認をしていただけると良いかなという感じでございます。はい。まあ、以上がまあアルペジオの基本という感じですかね。そのフォームというか、その指の動かし方と、あとベースの変え方ということについてお話をさせていただきました。本当はもっと、ね、いろんなアルペジオのパターンが存在するので、まあ、ちょっといろんなアルペジオパターンも練習してみて面白いかなと思うんですけども、まあ、それはまた違う機会にしようかなと思います。最初はこの右手の、ね、動きが大きくなってしまいがちなので、それが小さくなるように、大きくならないように頑張って練習していただけると、僕としては嬉しいなという感じです。はい。それでは、また違う機会でね、またこういったテーマを取り上げるかもしれませんので、その時はまた、いろいろ練習してみていただければという感じでございます。そんな感じでしょうか。では、また、違う動画でお会いしましょう。もし何かリクエストとかありましたら、コメントの方に残してみてくださいませ。できるかできなかったか、簡単なか難しかったか、何か感想とかもありましたら、バシバシコメントくださいませ。それでは、違う動画でお会いしましょう。さよなら。